マキシムさん、お戻りになられましたか？どうしたんですか？あなたが迷宮に行ってる間にガゼスがここにやってきたんですよ。何？滅ぼされなかったの？大丈夫？何ですって？ガラスは陛下と二人だけで話をして帰ったのです。で、その後、陛下があなたに会いたいと思わされてるんです。意外とあれだな、話できるんだな、ガレスって。わかりました。陛下のところに急ぎます。ほう。ハイデッカとかもいるんじゃないの、今。ガレスを初めて見ましたが、あれが人間とは思いませんでした。正直、膝が震えて止まりません。大きさどんぐらいあるんだろうな。戦闘中のガレスは、15メーターぐらいの高さあるよね。ハイデッカさんも陛下に呼ばれてるんです。まあ、ハイデッカも陛下に呼ばれてるってことは、まあ、こっちのパーティーに加われみたいな指示を受けてるんだろうね。1泊30ゴールド、多分1人10ゴールドずつぐらいで宿に泊まったんかな。ガレスは東の塔の方へ行きました。もしかしてあの塔にガレスがいるんでしょうか。大人はみんな怖がってるけど僕は平気だよ。だってハイデッカ兄ちゃんがいるんだもの。ハイデッカさんのあんな真面目な顔見たことないわ。結構素敵だったな。なんか評価上がってんな。あんな変な人なんかに負けないよね、お兄ちゃん。あんな変な人っていうのはハイデッカのことかな。で地下、ここにハイデッカいたら面白かったんだけどな。早く陛下のところへ行ってください。催促されてしまった。一体ガレスは陛下と何を話したんだろう。俺も腕には自信があるんだけど、ガレスと戦うのはちょっとな。こいつ、最初話しかけたとき、なんか、一回手合わせ願おうかみたいなこと、俺に言ってたけどさ、今はなんか弱気になっちゃったよね、急に。あんだけ生きてたのに。で、ここで教会があって、まあ、セーブはしなくてもいいか。この国はどうなってしまうのでしょうか。ちょっと悩んでるね。で、こっちは？こっちなんだっけ？普通に、料理のあれか。王子もジョセフもみんな神妙な顔してるの、なんだか怖いわ。うん、まあそうだな。どんな時でも腹は減るんですね。まあそれはそうよ。人間だもの。ああ、アイダミツみたいなこと言っちゃった。で、ことは我がバウンドキングダムだけの問題ではなくなりました。一体どうすればいいのか。ジョセフかこいつ。あの一件以来、王子の悪い癖も治りました。これでバウンドキングダムは安泰です。今の僕じゃ何もできない。それが悔しいよ。詳しい話は王から聞いてください。おいはとんでもないことになったぜ。とにかく陛下の話を聞いてくれ。マキシム殿、よく来てくれた。陛下、ガレスと何を話されたんですか？話したと言えるものではなかった一方的な感覚じゃ。ガレスと何と言ったんです？恐怖の時代が始まると、まず手始めに西部島を沈めると言った。何ですって？パースライトがあるセーブ島を沈めるですって？なんかパースライトに塔あったよね。あの塔が関係してんのかな。その後このバウンドキングダムを滅ぼすと言ったわ。なんてことだ。一体ガラスは何を要求してきたんです？何も要求してきてなどおらんみたいなことを言いそうだよね。あってた。なんですって？何も要求してはおらんのだ。つまりこれは脅迫ではなく勧告なのだ。そんな何の目的もなくただ滅ぼすというのか、デストロイヤーだよね完全に。そういうわけなんだ、マキシム。俺と言ってくれるな。ええ、ですが。どうした？ティアとセレナさんは連れて行きません。どうしてですか？パースライトの危機なんですよ。私も戦います。すいません、でも今回はダメです。私だって戦力になります。セレナさんよ、そういう意味じゃないんだよ。今回は本気でやばいんだ。マキシムはそれを感じ取ってるんだ。そう、そんなことって、私は飾りじゃないのよ。涙は、危険だから来るななんて。それじゃあ今まで何のために一緒に旅をしてきたんですか？すいません、でも今回だけはダメです。それにセレナさんにしかできない仕事があるんです。なんですかそれは。なんだ、マキシムの聖書理か。パースライトに戻ってください。そしてこのことをみんなに知らせて町から避難させてください。お願いします。セレナさん以外の人がこんなことを言っても誰も信じないでしょうから。わかりました。今回は私が折れます。でも二度は聞きませんよ。ティア、君も分かってくれるよね。
わからないわよ。私だって危険でも一緒に行きたいわよ。ティア。ごめん、嘘よ。ちょっとあなたを困らせたかっただけ。きっと無事に帰ってきてね、マキシム。私待ってるから。ああ。セルさん、ティアのことをお願いします。わかりました。さて、そっちの話はまとまったようだな。じゃあ何、野郎二人の旅になるのか。王子、剣を教える約束、果たせなくなるかもしれません。嫌じゃって。急に広島弁使ってどうしたよ。嫌じゃ、お前はいつも自分は誰よりも強いと言っておったではないか。それは嘘なのか。そう、それは。嘘でないと言うのなら、必ず勝って戻ってこい。僕は信じてるからな。わかりました。必ず。なんだなんだ、えらく暗いじゃねえか。あ、違うな、これ。なんだなんだ、えらく暗いじゃねえか。ガイ。じゃあ、野郎三人の旅になるのか。おう、マキシム、久しぶりだな。妹さん、もういいのか。ああ、妹はもう大丈夫だ。まだ起きることはできないが、すっかり元気になってガバガバ飯を食ってるよ。ジェシーが今度は太るのが心配だって言ってたからな。うわははは。そうか、それはよかった。でもどうしてここに。この国の王様から手紙をもらったんだよ。ぜひ力を貸してほしいってな。それですっ飛んできたんだ。スイングウィングを使ってな。そうだったのか。マキシム、誰なんだこいつは。ガイです。以前一緒に旅をしていたんですが、妹さんが病気になって町に戻ってきたのです。どうした。キャラかぶってんなこいつみたいに思ってんだろうな。おお、なに、いきなり殴りかかったよ。どれだ、俺の名は入れんか。この一撃を返せるやつがいるとは嬉しいぜ。ガイだ、今の一撃もあと半歩踏み込まれると辛かったかな。手加減してくれなかったらどっちかが怪我してたな。ほほほ、そこまで分かってたか。よろしく頼むぜ、ガイ。ええ。実は東の塔へ向かったとの情報が入っておる。頼む。頼れるのはお前たちだけなのじゃ。ガレスとはいつか戦う時が来ると思っていました。今がいい機会です。ガイ、ハイデッカさん、行きましょう。さっつけするのもやめてくれみたいなこと言うんじゃないか。あー、やっぱそうだ。その前にマキシム、俺に剣を使うのはやめてくれ。ですが、これからガレスのやつをぶっ飛ばしに行くんだろ。上品で喋ってる暇なんかねえぜ。わかった、それじゃガレスをぶっ飛ばしに行くか。おお、そこなくちゃ面白くねえぜ。久しぶりに暴れてやるか。いいですね、男の人って。本当に。セレナさん、私はまだ負けませんよ。そんな、私は。さあ、私たちもパースライドに行きましょう。そうですね。それじゃあ私たちはパースライドに行くわ。気をつけてね、マキシム。ああ、ティアも気をつけてな。うん。さて、俺たちも行くとしようぜ。ガイとハイデッカが仲間になった。いいね。でもむさ苦しいね。臭そう。セリフは変わらんか。うん、みんな似たようなセリフだ。で、今あれだよな、装備が斧は、あ、こいつも装備できんのか。でもやっぱあれだよな、ハイデッカに装備させた。いや待って、フランシスカ、いや、ブロンズソードをあれだね、ガイに装備させてやればいいんだよ。で、あとは何かあるか。素早さ遅すぎない？な、斧とか持っててあれか、斧持ってるせいであれなんだろうな、遅いんだろうな。で、素早さと
しびれがちょっと上がるからこれつけて。秘跡なんも持ってないのか。あれあれかな。うわー、ティアの装備品とか外しといた方がよかったか。ティアとセレナの、まあ、セレナは後々も仲間になるからいいけど、ティアはもうこれで完全にティアを使うことがなくなったはずだから、私は何の力にもなりませんけど、せめて宿だけは綺麗に掃除しておきますわ。いつ戻られてもいいように。ほう、んー、ハイデッカーちょっとレベル弱いけど、一番あれだな、攻撃力は高いね。攻撃力、あと HP も高いね。で、あれか、塔の東の塔に行くみたいなこと言ったけど、その前にちょっとセーブしておいた方がいいな。3人パーティーだとやっぱちょっと心もたないじゃん。そういうことでセーブもして、で、新しい冒険の扉が今開かれようとしている。東の塔に行けって言ってたもんな。やっぱこういう時のためにテザーとかスイングウィングは役に立つよね。で、ドーベン、あ、でもこれあれだな、戦いやすくなったんじゃないか。普通に物理攻撃でガンガンゴリ押しできるから。ハイデッカの髪型面白いよな。なんか雑草みたいじゃん。マキシマはなんかオールバックにしてんだろうな。なんか髪の毛固める用のヘアスプレーとかそういうのつけて髪の毛固めてんだけど、ガイに至っては何もあれだな、完全なんか風呂上がりの無造作な状態みたいな、そんな感じだよね。なんか祠もある。アレインへの祠、アレインでも新しい町なんなんだろうね。港町アレインです。ガレスは塔に入ってきました。ここにはまだ来てません。なんか無駄に門番が2人いるっていうよくわかんない状態。廃墟の塔1階、恐ろしい気を発した男が塔の上に降り立ちました。あれがガデスなんですか。塔の上に降り立ちましたってことは何、空飛んで現れたのか。これ何のためにあるの。この柱をどっかの壁に押し付けるとその壁を動かすことができる。はあ、大体こういうのって真ん中だよね。ビンゴ。こっちかな。何もないってことはこっち？おお、ビンゴ。で、こっちは？こっちは多分正規ルートじゃないでしょ。あの謎解きみたいのがあったから、赤き番人と三度剣を交えよ。はあ。まあ、左の、今開いたっつうか、開けた先にあるこの扉の向こうに赤き番人っていうのが、3体ぐらいいるんだろう。あー、なんか見覚えあんな、このパンプキン野郎。パンプキンヘッド、これもあれだよな、エストボイス電気1に出てきてたよね。脳筋キャラしかいねえから、もう全員で総攻撃仕掛けるしかないよね、もはや。守りを固めた、みんな守り固めてくれればいいんだけどな。ちょうどハイデッカーは戦闘慣れてるのか、守りを固めてないやつに攻撃してくれたよね、ありがたいことに。いや、これどうするよ。あれ買うかな。ブーメランをでも複数買うだけのお金に余裕あったかな。で、マキシムはあれだな、 IP 使わないとやっぱもったいないな。ヘッドアタック今の右のやつはハイテッカーが2発ぶん殴ったのかな。魔法使えるやつがさ、マキシムしかいないから、やっぱいろいろ不安になるよね。あ、ボムだった。先手は取れないか。トゥイークをさ、あ、全員にかけられるんだ。でもあれだな、分散されそう。一人にかけたらどんぐらいあれだったんだろうな、ダメージが入ってたんだろう。肉弾戦だよな、完全なる。まあ、全体やめて。特殊が弱いんだよ。特殊ってか魔法防御が低いからさ、あんまりあれなんだ。アースバイパー、水の一撃でどんぐらい。水が弱点ってほどでもないか。もうマキシムの MP がゴリゴリ削られてく。うわー、これ不意打ち、不意打ち食らったか。失敗したな。
今の向き調整してどうにかするべきだった。んで、ハイデッカーガイ。でも、トゥイークあったおかげで助かってるよね。で、もじゃもじゃ野郎が死に絶えてしまった。ガイの HP がちょっと不安だよね。まあでも攻撃していくしかないか。ちょっと暴れよ、暴れる国になる。ゴルスって名前なのかこいつ。ちょ、ガイがマジくたばるわこれ。大丈夫か。なんかマキシムがほんとなんか回復役に徹した方がいいかもしんないな。攻撃力が弱すぎる。今の何、どっか道が開けた音かな。でちょっから回復させて、もう MP 半分ぐらい使ってんだもんな。ちょっと先が思いやられるわ。あの柱もなんか意味してんじゃないの。ここの扉が開けられないってことは多分そうでしょ。背後取りたかった、背後を取りたかったのにな。逆にこれハイデッカーがさ、あれ使ったらどんぐらい通るんだろう、ダメージ。もうビッグブーメランがないからさ、ほとんど。ガイってなんか全体攻撃のあれ持ってたっけ。ガイが全体攻撃のなんか持ってればこれ死んだだろう、あいつ。最大 HP 低いからな。で、これいいじゃん。イーグルロックを使って、おお、それなりに通る。守り固めるのが鬱陶しいよね。でもゴリ押すしかねえ。 IP 消費がちょっと大きいのがな、たまに傷だよな。イーグルロック7割ぐらい使うんだったら、なんかせめてイーグルドッグの攻撃力4倍とかにしてほしいよね。はあはあはあ。向こうの扉かな今のは。違うのか。何が起きてるか分かんないから対応に困るっていうかさ。これでもない。どういうこと、どういうことなんだこれ。ここでノーヒントか。多分あの扉を開け閉めしてる何かだと思うんだよね。爆弾？爆弾は関係ないか。どういうことだ。赤き番人と3人戦えっていうのもよくわかんないしな。縦一列に並べてみるか。何も変わんない。何したらいいんだろう。あ、これもしかしてさ、いや鏡になってるとかかなと思ったけど、そういうわけではないか。あ、待て、反対側の方をさ、同じように囲むとか。これ最初さ、こうだったよね。だからこれと同じように下の方で囲むとかか。かな。いろいろ試すしかないよね。わかんないからさ。違うか。もう一個下？あ、ちょっと待って。この位置か。あー、やっちゃった。待て、こうでこうでこう。うん、違うか。でもこれが音鳴るっていうことは、ここでなんかしなきゃいけないと思うんだよね。ボムや副ショットは関係ないとして、なんだ、なんだ、俺まだアイテムを手に入れてないとかか。ここで使える限定アイテムみたいな、それをまだ手に入れてないからダメみたいな感じか。
あるいはこれ上につけるとか。これなんか変わるかな。いや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 、なんかがあるわけでもないよね。え、俺昔どうやってこれクリアした、過去の自分がこれここをどうやって突破したのか想像できるのだが、どうやって突破したんだろう。縦一列に並べる、全部を絨毯の外に出す、関係ないか。どういうことだ。ちょっと リセットかけるか。わかんねえから戻るしかないよね。ここでこうやってなんか隠してるってことは、待って、あのカボチャ野郎を誘導してあの中に閉じ込めるとかをすればよかったのかなってちょっと考えたんだけど、違うかな。マキシム MP がもう底をつきそうになってる。で、赤い番人と3回戦えみたいなことも言ってたけどさ、その赤い番人は何ぞっていう話だよね。今んとこその赤い番人らしきものとも戦闘なってないし、でも東の塔に逃げましたみたいなこと言ってたから、こっちに来るべき道だと思うんだよ。なんか建物の入り口あたりにもなんかいたからさ。で、回復量少ねえな。で、犠牲になってくれたな、あいつ。急降下を使おう。これで死ぬかな。かぼちゃの石を手に入れた。かぼちゃの石とは何ぞ。パンプキンヘッドの攻撃、攻撃が2倍の頭突きをします。硬い的にはさらにここで、あ、これいいじゃん。 MGR も上がるしさ。お、これでようやくマキシムと同じ肩も鳴る。で、待った、ハイポーション使うか。キャンプシーン使うと HP 回復、10しか回復しねえのかよ。なんだよ、クソ酒じゃねえかよ。ちょっとハイポで、なんかハイデッカだけ全くダメージ食らってないんだけど、これほんと何を意味してんのかわからんよね。こっち側に作ってみるか。いや、関係ないもんな。どういうあれなんだ。いや、でも同じものを多分作れみたいなことだと思うんだけどな。位置が悪いのかな。何なんだろうな。右の2番目の下から3番目、下から3番目だから、待て、1、2、3、ここの位置を浮かせばいいんだよ、要は。関係ないのか。いや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 、なんだこれ本当に。なんかオケス、ボム違うもんな。ボム置いたところでだしな。いや、でもあれ、パンプキン野郎のさ、特徴ってさ、瞬間移動みたいなのできるじゃん。だからやっぱリセットでかけてさ、あのパンプ、あ、わかった、あのパンプキン野郎、あ、なんかわかったかもしんない。こいつさ、でもテレポートしなかったっけ。こいつを、こうで、逆だな、こうで、で、閉じ込めたい、閉じ込めたかったんだよな。いや、わかった。閉じ込めればいいんだけど。閉じ込めるためには、あいつ変なとこ行ったな。これ、こうやって、こうやって、あの枠よりもこっち側に行くことはないんだから、これでこう、おっしゃ、来た、長かった。いや、でも自力で気づけた、よかったよかった。
これ似たようなことずっとやるんじゃないの、なんかそんな気すんな。あの柱使って多分なんかやるんだろうな今回も。こういう移動が大変なのやめてほしい。ほい、押せないのか。どういうこと。こうやってこう違うか。どうすんだ。これ止まるってことは多分違うな。待って考えろ。この位置からだったらいけるか。あ、いけた。これか。結構悩んだ。でようやく廃墟の塔の2階だ。すげえ苦労しそうだなここのダンジョン。で後ろから掘りたかったんだけど掘れなかった。でトゥイークかけてハイデッカがさ全然ダメージ食らわないんだよな。これ何、後列にいるってことなのかな。ハイデッカはガイをさ下げて並び替えした方がいいかな。ハイデッカの方が攻撃力高いからハイデッカの方を先頭にしてやった方がいいのかな。マキシムマキシムでダメージ結構食らっちゃうしな。で回復の量が本当にみみっちいから、あー仲間呼ぶタイプかこいつら。いやーハイデッカもでもあれだな、攻撃力にムラあるよね。後列にいるとかなのかな、それ関係あんのか。あんまり説明書とかそういうのを見ていないからその辺の仕様がよくわからんのだけれども、うわーまたなんかよくわからんのあるな。音符、あ、分かった気がする。とりあえずこのツムツムを倒そう。なんかこれはなんか 見覚えがあるもん。でトゥイークでちょっと強化してマキシムの MP もどっかで回復しないとダメなのこれは。硬いよねやっぱこういう見た目の敵ってね。でもう一回これトゥイークかけたらどうなんだ。重ねかけみたいな感じになって、あーでもちょっとあれだな、さっきよりは攻撃力上がってないよな。でもちゃもちゃはもうバカだからどうしようもねえわあいつは。しっかりとなんか弱ってる仲間と強い仲間の区別をしてほしいよね。で攻撃を割と極限まで上げてるからなんかあれだな、なんかハイデクターの位置に回復するの多いよね。これでどうだ、これで害が回復なるんじゃないか。今戦闘終わっちゃったから確かめようがないんだけど、でバツが踏まれてたからこれを丸にしろってことでしょ。多分そういうことだと思うんだけど、はいピンポン正解。で下行くと広いなこの塔の感じ。で廃墟の塔2階ボムで壊せそうな壁があるじゃん。うーわここもなー、こいつテレポートするタイプか。これ何、なんか入れてしまった。よく分かっていない状態で。でちょっとフック
させて、いやちょっと邪魔くせえなあいつ。廃墟の塔の2階をもうちょっと探索しておきたいんだよ。ここのさ、こうか、あれ何？なんかあるよね。なんか謎の何かがある。もうトゥイークをかけるのがもうめんどくせえ。で回復のやり方、やっぱそうだ、回復させたやつをあの位置に持ってけば回復させてくれる。なんかコンピューターのさ、その AI の判断基準みたいのもなんかちょっと分かるようになるよね。んでこれなんだ、こっちは普通にあるんだな。え、見かけに騙されるな、真実のドアはそこにある。はあ、このヒントを得られるってだけで他は別に来る必要なかったってことか。でなるべく戦いたくないんだが、で時間も結構時間で立ってるから、もうあれだな。うわー、なんか新キャラ出てきた、気持ち悪いの出てきた。で、とりあえず回復させておこうと思ったんだけど大丈夫か、ガイがくたばりそうだ。なんかキセルみたいの吸ってんなあいつ。でガイの IP がいい感じに溜まってるから、ここで急降下。いやー、やっぱ回復役がマキシム一人しかいないっていうのはだいぶ厳しいものがあるな。いや、もじゃもじゃもどちらかっつうと回復ではなく攻撃の方に専念してほしかったんだけど。で残りはマイマイ、もう総攻撃で OK じゃないか。でなんとなくマキシムも回復させてくれた。どちらかっつうと今の状況だったらハイデッカの方を回復させておいてほしかったけれども。でようやく葬って、で3階の探索は次にするか。もう時間も結構押してるからな。つうことで今回はこの辺で終えるか。裏でセーブしておくわ。つうことで次回に続く。